今日は浜田屋さんにお邪魔してきました。こんにちは、グッピーこずえです。今日はこの浜田屋さんっていうめちゃくちゃ酒天国なお店をちょっとお姉さんに紹介してもらったんですけども、の雰囲気めっちゃいいですよね。まず入ったら左側に喫煙席があります。とか自分で書いてるんですか。めちゃくちゃ雰囲気あるでしょ、ね、すごくないですか。このこれ自分で書いてるらしいです。めっちゃおしゃれ。ちょっと出たらここがお酒の売り場になってます。もうお酒の種類がとにかく多いです。でいろんな缶詰とかも売られてるので、こういう缶詰を買ってもいいよし、こういうのを買って食べてもいいし、こっちのワインがめっちゃすごい、ワインと日本酒がとにかく種類が多くて酒飲みの天国。あ、これも普通の値段で買えるってことですか。この値段で買って席について飲むことができます。しかもグラスは貸してもらえます。でレジ前にこんな感じでおかずが並んでおります。どれもね、多分日本酒にもワインにも合う感じで置いてあります。うわー、これそそりますね、うん、こんなんまである。アテナにしましょうかね。全部美味しそうですね。わあ、面白い。はい、まずはやっぱり生ビール300円やったかな。それは後でやりたい。ちょっとさっきの反対側に禁煙席があるので、こっち側で今日は飲みました。あ、外もテーブルあんねや。すごい、この天井も。いや、でも映画すごかったですよね、ほんまに。で一人一品ずつ、もうほんまにキャッシュオンやから割り勘スタイルを普通にできるみたいな感じで、あっさりとしたあっさりのポテトサラダと鶏のマヨネーズ味みたいなやつなんですけど、この鶏もしっとりしててめっちゃ美味しかったです。一緒に行ってたお姉さんもすっごいお酒好きな方で、ええ感じやろ、この家の皿みたいな感じも、なんか帰ってきましたって感じやろって言ってて、え、そこ?と思ったんですけど、でもめちゃめちゃいいお店なんですよ、ほんまに。ほんで、あの日本酒とかもいろいろあるんですけど、こんな感じで冷蔵庫で地方で分けられてて、あ、すごい、赤市とか書いてる。ここが兵庫県なんで、兵庫の酒蔵とかをすごい応援しているっていう酒屋さんみたいです。どうしよう。あ、すごい、これが全部。で日本酒がね、おすすめは半合で、半合と1合があるんですけど、半合でいろいろ行った方がいいよって言われました。すごくない、これは自分でやるんですよ。あ、ここで好きなやからこの半合なんね。ああ一応やったらこの値段で、半合やったら、え、そうなんですか。めっちゃ安くないですか。じゃあ500円が250円になるんですか。え、めっちゃいい。どれ飲みましょうか。濁り酒。何これ。え、これなんか面白そうやからこれにしよう。はい、これなんですけど、この酒蔵さんがやったことない工場を年に1回挑戦するっていう。自分で入れるんですか。お酒みたいです。今回は500万石を使って純米大吟醸を作ったことがなかったんで。いや、これ、え、これでいこう。うわー、こんな感じね、もう自分で作るやんか。ほんでもう最初の方とかちょっとなみなみとかでちょい遠慮してんねんけど、2回目とかちょっとこぼそうみたいな感じで、お皿の上にちょっとこぼしてみたりとか。はい、そろりそろりです。さっきの場所まで絶対にこぼさんと、そろりそろりで歩いていきます。この道のりちょっと長いです。そろりそろりです。あの美味しそうな日本酒が225円って、
もうめちゃくちゃ美味しいんですよ、やっぱりこういう日本酒って。めちゃくちゃ笑ってるやろ。どんだけ笑顔、もう歯茎むき出しやがなっていうぐらい、もうめちゃくちゃ笑ってまいます。でこのシステムにももう面白いし、もうテンション上がるやろみたいな感じで、でこのポテトサラダがまた日本酒とも合うあっさりなポテトサラダなんで、もう結構クイ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 飲めちゃうんですよ、ね、見て、なんかお酒混ぜるやつが上に掲げてありました。ここに平いやつが置いて、はい、結構早いペースでね2杯目に行きます。でワインもねすごいんですよ。オーナーが美味しいと思ったやつしか置いてないらしい。なにこれ、めっちゃ可愛い猫ちゃん、なんか見たことないのが結構ある。これにしようかな。ちょっと行くで行くで、見とってな見とってな。2杯目はちょっと遠慮をやめます。こぼせちょっとこぼして見ちゃったりして、ただちょっとこぼしただけやけど、そろりそろりタイムが結構あの道のりもっともっと長く感じるから、めっちゃ美味しい日本酒やって。2杯目のこの100目っていうやつは結構あっさりで、ほら見て、めちゃくちゃ笑ってる、めちゃくちゃ笑って、こんな笑うことある？めちゃくちゃ笑ってる。ほんでキョロ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 してしまうんですよ。めちゃくちゃ笑ってる、こんな笑うことある？天国みたいな場所、うん、はい。でちょっとヒートアップした私たちは、何でもいいですよ何でもいいですよ、次はワインのボトルを開けることにしました。まずはまずは言って持ってるけど、いい、ね、白のボトルを買いました。いい、ね、これもすごいね。余ったら家に持って帰ったりもできる。レジ前にめっちゃ美味しそうなチーズあったんで、それも買いましょう。どっちします？でこのねチーズもね、また当たりやねん。なんかあのその辺で売ってるような感じじゃなくて、ちゃんとワインに合うような、なんていうかな、ちょっとブルジョアなお店で売ってるようなチーズで、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、あっという間にねワインもね開くんですよ、開いちゃうんですよ。もう雰囲気もいいし、このワインがソーベニオンブランってやつで、めっちゃ美味しいんですよ。もう夜もね吹けてきました。これが130円。このドライナッツもめちゃめちゃ美味しくて、これが130円やったかな。このドライナッツ美味しすぎて買って帰ったんですよ。酒かすチーズ、なんかバナナチップが入ってるのがすごい美味しいと思って、もうボリ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 ね、もう進むんですよ。もう下のあの白い紙みたいなすぐ見えるっていう。まさかの赤も、はい、赤も飲んじゃいました。余ったら持って帰っていいかって言って、2人です全然全部飲みました。乾杯、はい、もう風呂上がりのコーヒー牛乳かいうぐらい飲みました。ここ団体さんがキャンセルなったんでこんだけ空いてたんですけど、普段はもうめちゃめちゃいっぱいみたいです。ぜひぜひ皆さんも行ってみてくださいと言いたいところやけど、結構教えたくない店でした。